とここが5階のダンススタジオです。大きな部屋が1つとちっちゃい部屋が3つあります。いつもダンスの授業やアクターの演技の授業などをやっています。この赤いカーペットはみんなの交友の場となっております。ここは504のスタジオで、鏡の方にバーがついているので、バレエの時足先や指先などをすぐ確認することができます。床はクッションが入っているので、男性がアクロバットをしても、膝に衝撃が来ないようになっております。で、向こうにマットもあるので、アクロバットの練習もできます。スタジオが広いので、他のスタジオよりも大きく動くことができます。おはようって言葉はなんだかいつも宙を切る。ここはボックスと言います。基本的に声優系のコースの方がよく使っています。私は声優コースなので、授業にアフレコだったりナレーションだったり外画だったりが入っているんですけど、そういう授業の時にこの教室を使っています。で、録音機材がちょっと普通にプロのものと同じなので、音質がいい状態で自分の声を聞けるので、一番今出るいい声を取って聞いて、ガクンとなってまたやり直したりって繰り返しています。ここが6階の機材庫になります。学生がよく教室を貸し出しするときによくみんなが来たりしています。で、ちょっと移動するとこの辺に楽器とか見えるんですけど、これはなんかプロミュージシャン科の方々が借りたかったら借りれるよって感じで、私は声優コースなので借りないですけど、まあ借りれますという感じです。こっちにも CD やら何やらがたくさんありますが、こちらも多分というより借りれます。なので借りたい人が借りてる感じです。こちらは主に楽器隊の方が授業では使うんですけども、個人でボーカルの方とかもスタジオを取るという形で6階の機材庫の方で予約をしていただければ、こちらのスタジオの方も、使うこともできます。こちらは、あちらの80系の部屋と違って P ルームで少し小さめの部屋になっているんですが、こもってというか一人で音楽を聴きながら例えば練習できたりとか、すごく充実した時間を過ごしやすい部屋でもあるので、こちら部屋数結構あるので取れたりとかします。で、キーボードも置いてありますので、音程の確認だったりとか、伴奏しながら合わせたりすることもできますし、楽器も持ってきていただければアンプもあるのでつなぐこともできます。